ABEX マネジメントを代表する3人のグミ好きがグミ研究所とともにオリジナルグミを開発するスペシャル企画。前回香水グミの味と香りを提案。僕はイチジクをずっと使ってたので、イチジクの香りのなんかこう自然にいるような、でもしっかり匂いがしっかりしてるというか、そういうなんかこう狭間な感じがいいんじゃないですかね。ジャスミンティーがめっちゃ好きで、しかもジャスミンの香水も持ってるぐらいジャスミンが好きで、でアップルティーみたいな、美味しそうってちょっと思って、口に入れるものだからなんかやっぱそこに違和感を感じるとあんまり食べ進めれない気もして、でもやっぱりこうやっぱり大人っぽさがやっぱりあるものがいいので、大人な柑橘系。さまざまなアイデアが飛び出し、サンプルも完成。しかしメンバーからは新たなこだわりが。結構本当に柑橘の美味しいグミみたいな感じでいい匂いもするんだけど、もうちょっとひとひねり、もうちょっと香水グミ感を出していけたらいいかなと。エピソード4、ついに今回香水グミが完成します。2017年5月。1年間長らくお待たせいたしましたが、うん、完成品を。うわこの日、ABEX マネジメントを代表する3人のグミ好きたちが1年以上にわたり待ち続けた待望のオリジナルグミが完成しました。マネージャーと結構2人で食べて、どれが美味しいみたいな話をしたんですけど、香水に寄せすぎるともう香水食べてるみたいになっちゃうし、逆に美味しすぎるとただ美味しいだけになっちゃうんで、なんかその間を埋めるものはないかっていう話をすごいしたの覚えてます。いやもう早く見たいし食べたいし、お二人には申し訳ないですけど、私のが多分一番先いなくなると思いますお客さんの中で。なんかドキドキしますね。もうだってこれ1年以上前からやってますもんね。子供を産むより長いって制作期間およそ450日。 ABEX マネジメントを代表する3人のグミ好きたちが、味はもちろん香りやパッケージにまでこだわり抜いた渾身のグミ、その正体が明らかになります。こちらになります。おおお、グミっぽい。これグミやから。すごいですね、これ。すごい、名前入ってますよ。名前入ってる。本当だ。恥ずかしいね。商品名もね、グミデコロン。グミデコロン。おー、商品名はグミデコロン。これパッケージが瓶じゃないんですけど。瓶じゃない、ね、イメージもね、うん、それについてはちょっと説明をさせてもらいます。この日からおよそ1年前、工場見学を終えた江ノ沢からこんなアイデアが。形も香水の、あーかわいいのね、いいね、パフューム型にして、はい、女性としては嬉しいですね。めっちゃ可愛くないですか。なんかパッケージだけでも欲しくなっちゃう、可愛くて。香水の瓶ってめっちゃ可愛くて、どこのブランドも多分すごい力を入れてる部分だと思うんですけど、なんかそれがなんかそのお菓子でも反映できたらいいなって思って、本当にさも香水のような容器だと、なんか女の子たちが手に取った時にあ可愛いとか、例えばインスタとかに上げてくれるかなって思ったので、そこをめっちゃ押しました江ノ沢が考案した香水ボトルのようなパッケージのアイデア、そこには大きな問題があったのです。今回コンセプトが香水グミじゃないですか、うん、確かに見た目としては花がいいとは思うんですけれども、うん、香りを強い状態でも保つっていうところで、現時点では自信を持って消費者の皆様にお届けできる状態っていうところまでは確認が今現状できてないよ。
香水グミで重要な要素、香り。密封性のないボトル容器ではその香りを長時間維持することができなかったのです。そういうことか。難しいんですね。そこで今回は香りを長時間維持できるアルミ製の袋に、まあ、今回はそういうふうな形になったんですけど、こちらも頑張って研究しますので、よろしくお願いします。お願いします。さらに3人がこだわった香水グミの味と香りは、じゃあグミの中身がこちらの3種類のものになります。こちらからアップルジャスミン、はい、こちらの黄色いものがエレガントシトラス、こちらがスイートピップになります。はい、はい、まずは花村聡太考案スイートフィフ、お気に入りの香水イチジクの香りにこだわったグミ、一体どんな味なのでしょうか。こう完成したやつですもんね。そうです、はい、やっぱ赤いですね、うんうん、めっちゃ美味しいです。美味しいですか。あ、食べた後香りがすごい抜けます。すごく美味しい、ありがとう。美味しかったね。それしか言えないタイプかな。まあでも本当になんだろうな、こう甘い中にもちょっと酸味があるそのイチジクの独特の味わいと、自分が普段ね香水でかけてる匂いに近かったんで、初恋の香りみたいだね。ありがとう。続いて大石みつき考案エレガントシトラス、午前中の大人女子をテーマに爽やかさと大人の女性らしい香りにこだわったグミ、一体どんな味なのでしょうか。エレガントシトラス、シトラス、はい、うん、なんかこの時点でいい匂いがするもん。うん、おー爽やか。本当ですか。おー、やっぱ午前中の大人女子を目指して作っただけある。おー、わー、めっちゃいい匂いする。本当。想像してたよりすごい美味しかったんですよ。なんかやっぱこう匂いを重視してる分、どうなんかこうどうなのかなっていうところが、こううまいことバランス取れるのかなっていうのがあって、だから本当に食べて本当に美味しくてびっくりしました。最後に江ノ沢まなみ考案アップルジャスミン、当初予定していた紅茶味のグミから軌道修正したものの、大好きな香りがたっぷり詰まったグミに一目惚れ、一体どんな味なのでしょうか。でアップルジャスミンを、アップルジャスミン、うん、はい、そうですね、はい、いただきます。アップルジャスミンって、うん、うん、お、うん、お、お、うん、なんかおもろいこと言ってくれない。やった。お、お、アップルジャスミンだ。だろうが。最初はなんか紅茶味がいいって言ってたんですけど、でも最初の試食の時点ですごい美味しかったし、うん、でこうやって形になって実際また食べてみたら、ジャスミンの香りがすごく強くて、一番香水に近いと思いました。おお。3人のグミ好きたちが集まり、1年以上にわたり待ち続けた待望のオリジナルグミ、グミデコロン。新たな挑戦、香りにこだわり抜いた渾身のグミがここに完成しました。そんな待望のオリジナルグミ、グミデコロンはセブンネットショッピングにて先行購入ができます。さらに8袋入りのグミを購入された方にはメンバーのサイン入りクリアファイルをプレゼント。詳しくはセブンネットショッピングでご確認ください。グミデコロン完成しました。ぜひ食べてね。ねねね、